アール県はトルコ、東アナトリア地方の県。県都はアールで、標高1650メートルの高地にある。アールは近隣にある、トルコ最高峰のアララト山にちなんで名付けられた。南に、バン、ビトリス、西に、ムシュ、エルズルム、北にカルス、ウードゥルの各県と接しており、東部は、イランとの国境になっている。アララト山の山頂に上がれば、アルメニア、イラン、ジョージア、アゼルバイジャンなど多くの国が見える。ふもとの町はドーベヤズイット。県域の 46% は山であり、18% が平地、7% が牧草地である。アララト山のように3000メートル級の峰が多く、EN、リートルアララト、テンデュレク山などがある。平地は肥沃であり、火山堆積物で覆われており、穀物生産や牧草の生産に使われている。ユーフラテス川の支流、ムラト川に支流が多く流れ込んでおり、これらの平野に水を供給している。高地であるため、気温はとても低く、低摂氏45度を下回ることもある。また、山岳地帯の多くは大地がむき出しである。山を越える重要な道路がいくつかある。アール高原は歴史的にウラルトゥ王国に支配されており、この後、アルメニア王国オロンテドアサに支配された。東西をつなぐ要衝であるがためにこの地は多くの支配者が占領を願った。アッシリア人、ギリシャ人、古代ローマ、東ローマ帝国、アラブ人、モンゴル人、ペルシャ人、セルジュークからオスマン時代のトルコ人など多くの民族に支配された。トルコ人の最初の存在は680年のサカによるダガベヤスット地域の占領に見られる。また、ムスリムは872年のアッバース朝に見られる。モンゴルと何度も戦闘を繰り返し、1071年頃、マラズギルとの戦いで、東ローマ帝国が勝利し、トルコ人の多くが大量に通り抜け始めた。この後、チャルディラーンの戦いで、オスマン朝の時代になる。オスマン帝国時代、この県は、ショルブラク、カラキリスと呼ばれており、オスマン帝国の終わりまでカラコースと呼ばれた。オスマン帝国下では、クルド人やアルメニア人が土着民として多かった。しかし、アルメニア人虐殺によって、アルメニア人は少なくなり、虐殺の手を逃れた、アルメニア人はロシアに逃げ込んでいった。現代は、クルドゲリラによる武装闘争によって、地域は再び不安定な状況となっている。2006年8月19日、トルコイラン天然ガスパイプラインが爆発を起こした。トルコ当局は、クルディスタン労働者等の犯行ではないかと見ている。この県には8つの自治体がある。草食動物の牧畜が主産業である。また、山岳地帯は観光客を引き寄せており、登山、夏季の長旅、冬季のスキーが主な観光となっている。イサクパシャ宮殿と付近の世界第2のクレーターなども人を引きつけている。ありがとうございます。